フィリピン国鉄南方本線は、フィリピン国鉄の主要路線の一つ。マニラ首都圏からアルバイ州レガスピまでを結ぶ。ブルメントリット、サンタメサ間の区間は1908年3月25日にアンティポロ支線の一部として開業した。1937年11月17日にアロネロスラ外間の最後の区間が開通した。 1938年には、レガスピ市線が統合され、マニラまでつながり、同年1月11日に、マニラ・レガスピ間の貨物列車の運行が行われ、25日には、旅客輸送の試運転が行われた。1938年1月31日、ビコールエクスプレスの名をつけた列車によってレガスピ発の旅客サービスが開始された。1941年、 第二次世界大戦で日本軍がフィリピンに進行するとアメリカ極東陸軍の運行停止命令を受け鉄道は破壊されたが大日本帝国陸軍は1943年3月22日に路線を復旧した。しかしこれは米軍によるフィリピン奪還により破壊されて再び運用停止となり1948年12月21日に運行を再開した。 1970年、マニラ北港貨物駅からビニャン駅までの通勤営業が始まった。貨物サービスは1971年に廃止となった。マヨン火山の麓の路線は、火山噴火や土砂崩れなどの影響をたびたび受けており、1976年に被害を受け運行を停止し、1986年2月23日に、 復旧されたが、マヨン火山の噴火で1993年2月2日から、再び運行を停止した。1998年6月21日に、復旧したものの、2006年にグイノバタンのトラベシア、近郊の橋が、洪水によって流されたことで、再び運行を中止している。ユニバーサルサービスは2014年に終了し、旅客サービスは、トゥトゥバン駅から、 ママティド駅までの区間に留まっていた。現在マニラを通り南北を結ぶ鉄道再建計画が進んでおり、2018年からはその準備としてトゥトバンカラフティ間でシャトル運用を開始し、通常の旅客輸送は IRRI 駅までに伸びている。ロドリゴ・ドゥテルテ大統領のもと首都圏通勤線は全体として複線電化し、 ロスバニオスまで路線を拡大する再編が計画されている。2017年9月12日、国家経済開発庁は、ソルソゴン州のレガスピとマトノグ、バタンガス州、バタンガスまで伸びる長距離鉄道の一環として、新しい路線の建設を承認した。このプロジェクトの資金は1330億、フィリピンペソに上り、ジャイカの資金協力などをもとに行われ、 初年度は1日あたり30万人の乗客を見込んでいる。首都圏南部の通勤線の再構築に伴い、レガスピからマトノグのビコール線の再建とカランバからバタンガスまでの新路線の建設も計画されている。国家経済開発庁は2017年9月12日に計画を承認しているが、建設に明確な期限は定められていない。ビコールの路線と、 マニラ・バタンガスの都市幹線は中国の資金協力を得ており、路線は新しい標準ゲージとし、当初は単線を機能させ、その後伏線化する計画となっている。旧駅、廃止はイタリック体。ありがとうございます。